聞いてください。マッサンがですね、掃除機真っ二つに折ったんよね。いやー、まさか折るとは思わんかったよ。グッて引っ張ってバキー折ったの。あの人やばいって、やっぱり。はい、じゃあ続きやっていきますね。まあ、こんだけね、散々横動画出してるんですけれども、まだねクリア数見ていただくとわかるんですけど、300分の112となっております。おそらくこの動画はシリーズ6本ぐらいになりますね、全部やるんだったら。まあやっていきますね。じゃあこちらステージ113からやっていきましょう。すっごいステージ数だね。しっかりメイク、多分しっかりメイクしなきゃいけない理由があるんでしょうね。女性のこの目ですね、DV か何かに合ってるのかなっていうふうに私思うんだけど、これは彼氏に殴られた時の青あざだ。同じ色のアイシャドウを反対の目に塗り、必死にごまかそうとしている。あー、別れた方がいいっすよ。何かがわ、すっごいごちゃっとしてるね。これは見るとこ多いかも。さあ、おかしいところはどこかなって話だよね。七夕で七夕飾りを作って貼り付けていると。で、あれだよね、そんなこう、なんていうのかな、可愛らしいようなイベントの中に一つなんかまじない的な何かが混じってますね。呪いですかね。非常に怖いですね、これ。誰かが怨念を込めて本気の願い事をしたようだ。本気の願い事というか、のらっしゃーっていうみたいな、ああいう系。いや、怖いですね。はい、さあ、何かがおかしいです。町の掲示板探しています、探しています。やけに犬を探していますっていう張り紙が多くて、で、また独特の T シャツを着てらっしゃいますね、この店主。ね。非常にたくさんの首輪がありますけれども、一体これ何の出汁なんですかね。ここではない。じゃあこちらですね。まあこんなに見える位置に置かなくてもいいかなって思います。この店の濃厚、パイタンでいいのかな？パイタンではないな。まあなんか濃厚で、なんか白い湯なんでしょうね。再現するのが難しいと話題なのだが、どうやらとんでもない隠し味を使っているようだ。やめていただきたいかなというふうに思います。さて、こちらなんですけれども、店員さんが靴を履かせているのはどういうことなんだ？実は、この店員さんと女の子がお付き合いしてらっしゃるとか、そういう系ではなくて、これあんまりないっていうか、絶対ないよね。女は男に日頃から DV を受けていたようだ。素足に助けての文字を書き、店員へと必死に見せている。わからないって、これはさすがに背景は読み取れんって。あ、でもなんとかね、気づいてもらえればいいかなというふうに思います。おかしい。さて、これ何かがおかしいっていうか、もう全部おかしくない？ボロボロの洋服を着ている男の子がテントとこれを買ってらっしゃるのはどういうことなのかな。結局さ、この物語をずっとやってるからこそわかるけど、レンタン大好きよね、このゲームね。男の子は母に頼まれてレンタンコンロを買うようだ。さらにテントを探す彼はこの後何が起きるかを知らない。よくさ、こう簡単にレンタンうんぬんかんぬんって言うけど、やめようよ、怖いから。これまで別、あ、すっごいね、この焼き鳥屋、こんな長い。さあ、おかしいところはあるかと言われると、ちょっとおかしいですね。画角がちょっとね、あれだから分かりにくいかもしれないんですけど、手洗う場所、こんなにいらないな。手洗う場所でこう苦痛の顔をしていらっしゃる男性、そしてその後ろ側にあるこれですね。このゲーム指好きです。串に貫かれ焼かれているのは明らかに何本かの人の指。厳しい指導で有名な大将だったが、まさか厳しい指導なのか、それともパワハラなのか、というかもう障害ですね。はい、この店主には消えていただきたいなと思います。さて、コスメ販売してらっしゃるところなのかな。多分お会計と見せかけまして、非常に危険なものをお持ちです。銃刀法違反ですね。
某日、美容クリニックにて傷害事件が発生。犯人は整形を失敗された女性だった。美に囚われた者の悲劇である。いや、まあ、でも、高い金払ってんだから、失敗されたら、そりゃ、切れますよ。何かが。さて、これは何がおかしいんですかね。足を怪我していらっしゃる男性と、で、左側に女性、右側に、なんとなくこの上司の笑顔が気に食わないんで、こいつが犯人ですね。まあ何があったかはわかりませんが、不正解ですね。何？え、じゃあ何？え、実は女性からやられたとか、そういう感じ？え、でも顔？何を示したいのかわかんない。女性が階段から突き落としたら違う。え？なんか違和感あります？ありますの？違和感。え、全然わかんないんだけど。ここ？大怪我をしてるのに出勤させられてる。頻繁に怪我する男性を不審に思っていた周囲だが、今日松葉杖をつく姿を見て、疑念は確信に変わったのだった。全然確信に変わらないんだけど。何？何？何だったの？何かが。さて、じゃあ気を取り直してやっていきましょう。なんか、ん？なんだこれ。なんかよくわかんないけど、前の方の車っぽいものを指さして男の子がテンション上がってるんですけど、その先っぽから何やら人の手らしきものがありますね。排出口から力なく垂れ下がった人の腕。決して誤って落ちてしまうような構造ではなさそうだが。まあ。腕だけ入ってる可能性もありますよね。何があったんでしょうね、本当にね。さて、これはおじいちゃんのお家なのかな。すごい雪が積もっているようには見えないけど、必死にかき集めて大きな雪だるまを作っているみたいですね。で、何がおかしいかっていうと、おそらくこのおじいちゃんのコレクションなのかな。盆栽がちょっと盆栽してない気がする。この家の人間がバラバラ殺人の被疑者だったが、遺体の腐敗進行とアリバイが合わず、捜査対象から外された。それは随分とズボラな捜査だったんじゃないかなと思います。さて、こちらは、特にパッと見は違和感がないんだけど、おそらくこの紅茶を入れてる方は、この他のね、手前二人の女性のどちらか、もしくは両方ともに恨みをお持ちなのではないかなと思います。ただパッと見、変なところは一切ないように感じます。はい、ここですかね。違います。ここですかね。正解です。毒ですね、多分ね。あー、なるほど。何々県にて。なんな。ぬりぬまり違法の疑いで主婦が逮捕された。あの時のハーブティーはまさか。こんな大っぴらに生やさなくても。何かがおかしい。もうパッと見で分かりますね、おかしいのね。本棚の1、2、3段目あたりぐらいですね。真ん中の方の本棚ですね。スケキヨっぽい誰がこちらを見てらっしゃるんですね。一体どういう理由があってこちらを見ているのか。あ、見つけた。女性がそう言って本を手に取ろうとした。あ、見つけた。どこからか低い声が聞こえた。この声は、決して心霊現象ではなく、うちの猫さんの、声なので気にしないでください。よく泣きます。なぜなら私がこうやって動画を撮ってるから鬱陶しいんでしょうね、多分ね。何か。さて、こちらはこちらで、まあ、随分とセクシーなね、シーンでございますよ。ね、女性がね、制服に着替えてる状態です。女性、女子。うん。ね、何やら赤い手があるんですけど、これは一体どういうことですかね。昔この風呂で浮気した女を溺死させるという殺人事件が起きたそうだ。愛に飢えた女の呪いだろうか。それが中学生だか高校生だかわかんないけど、その女の子の近くに出現する理由がわからない。何かが。さて、水族館デートで楽しんでいるお二人なんですけれども、何やら適当に描かれたサメさんのお口の中に美味しそうな何か。ね。あ、好きですね。本当にこういうのね。一番人気の人食いザメの水槽。真偽は不明だが、この水槽で清掃員がサメに襲われたという噂があるそうだ。うん。手出したり指出したりするのが本当に多いんよ、このゲーム。何かが。
さて、こちらは誰かかのお葬式ですね。うん、お葬式なんですけれども、ちょっと棺桶の隙間は空いていないはずなんですよ、この棺桶。うん。ぴっちりと、きっちりと閉まってらっしゃるから。あ、ただ、なんか手が覗いていらっしゃるのは、これはどういうことなんですかね。棺桶から父が手を伸ばしている。若くして亡くなった父親は、まだ未練があり、成仏できていないようだ。まあ、霊体的な何かなんでしょうかね。まあ、うん。本体が手出してるんだったら、棺桶ずれてるはずですからね。すいませんね、この声入ってて、本当にうるさくてごめんね。何かが。はい、こちらですね。まあ、何やらね、いい感じの雰囲気のね、お二人なんですけれども、この男性、なぜこの雰囲気で手の中に何か、あゆからのものを持っていらっしゃるのか、私には理解できない。さあ、こちら。ワインボトルに入っているのは白ワインなのに、女性のグラスには青いお酒が注がれている。はあ。そうですね。一体女性は何を飲んだのだろう。睡眠薬は水に溶けると青くなるという、無関係だろうか。睡眠薬かどうかはわかりませんけど、ちょっとよく見て。このカプセル超でけ。何かが。さあ、こちら。おかしい。何やら電車内で不審なことが起きていますね。男性の隣に座っている一番右側角の方にいる女性ですね。若い方です。ね。誰も手を肩にかけていないのに肩から手が伸びてるんですね。これは一体どういうことでしょう？ペラペラですよ、後ろにいる人。死神に肩をつかまれた彼女は終電を過ぎても目を覚ますことはなかった。駅員が起こそうとした時は、死後硬直も始まり、凍りつくほどに冷え切っていた。つまりこの隣の男性は、この女性、亡くなっている女性、の隣にずーっと座っていたということですね。いやー、これはですね、生きてる人間としてはゾッとするお話でございます。何かが。さあ、いやですね、このまあ、このような入浴シーンは誰も望んでいないような気がするんですけれども、まあ、残念ながらですね、頭髪がご不自由なこの男性なんですけれども、その後ろ側ですね、排水口の方に髪の毛がいっぱい集まってらっしゃるんですね。それにしても汚ね。掃除しろや。排水口に明らかに男性のものではない頭髪が絡まっている。この部屋では3年前、浴槽で女性の遺体が発見されたそうだ。すいません、悪態ついてしまって。あなたが犯人ではなかった。非常に申し訳ないです。外人かな？おかしい。さて、可愛い女の子がトイレに駆け込もうとしているんですね。おそらくは女子トイレのはずなんですけれども、空いているはずの真ん中のトイレに男性らしき、まあ女性かもしれませんけれども、大きめなね、靴がね、見えていますね。最近、ここのトイレには不審者が出没すると、通報が入るようになった。その不審者はトイレの個室に隠れて入ってきた女性を襲うという。女性を襲うのであれば、幼女は対象外なのではないかなというふうに思うんですけれども、できれば対象外にしていただきたい。何かね。これは、職務質問かな？なんかしてらっしゃいますね。ね。特に不審なところは見当たらないような気がするんですけれども、やけに赤が目立つのよ。これ何？見た目の怪しい男は怪しくない。一見普通の人が怪しかったりする。この警察官の本性は怪しいように思えるが、法律を犯しているわけではないので、違法性はない。違法性はないかもしれんけれども、私らの目にはきつい。ごめんね、本当にうちの猫が！何がおかしいかと言われますと、パッと見でおかしいところはどこにもないみたいな感じなんだけど、なんでか知らないけど、このゲームの夫婦ってさ、なんかさ、旦那さんがご飯食べて奥さんが何も食べてないケースが多いんだけど、なんで一緒に食事したくないっていう、そういう感じなの？で、奥さんの手に絶対にこれおかしいなっていうものが入ってるんだけど、これは何かな？夫は通り魔に、通り魔に、ね、釣られたっていうことに。妻は、夫に多額の生命保険をかけて、スマホの待ち受けに表示されていた浮気相手と再婚をしようとしていた。だとしてもよ、わざわざそんな見せつけるようにこっちに画面向ける必要はなかったかなって思います。何かが。さあ、急に絵柄が変わりましたけど、これどういうことですかね？全部おかしいな。どうしようかな。全部おかしいな。まず、扉ね。扉のこの取っ手の部分のところかな。うん。どう見ても誰かの髪の束が付着してるようにしか見えないっていうのと、あと、鏡に映っている女性の目が闇落ちしてるんよ。
これやばいでしょ。で、しかも生首だしね。うんで、まあ、その男性の肩はどこに行ったのかなっていうことだよね、多分ね。あと、ハサミが変な風に浮いてるよね。鏡の中の美容師の右手が見えない。彼の大切な右手に何か不幸が起こることを暗示しているのかもしれない。おそらくこの、ね、なんていうのかな、黒目しかないこの女性と何かあったんじゃないかなと私は思いますよ。うん。多分ね。何かが。これは、まあ、絵を描いてるんですね、多分ね。うん。そうだろうね。うん。みんな同じ人を描いてらっしゃるんですけれども、一番右側の女性だけ、なぜか赤いテーマで一緒に描いてるんですよね。彼女にはきっと何かが見えているはず。そう思いたい。はい、どうですか？そうではないと。そうではないというのであれば、じゃあ彼女ではなく、この、シビアだな、彼女の描いた絵の手ですね。これですよ。分かってましたよ。うん。ちゃんと分かってた。ちゃんと言ったから、そういう風に。はい、一人だけ見えないものが見えているようだ。彼女には画家より別の職業が向いているのかもしれない。それに関しては、まあ、我々がね、決めることではないんで。うん。そっとしといてあげよう。うん。何かが。さてと、これは、着替えてるのかな？なんでロッカーにこんなにいっぱいテープ貼ってあるんだ？いじめられてるとかそういう系ではないよね。何かが貼ってあった跡がありますね。何ですかね、これ。彼女は普段からいじめを受けていたようだ。活躍していて嫉妬されていたのかもしれない。あー、なるほどね。ファイトっていう風に言うしかないよね。だってね、ゲームだし。さて、こちらはまたお葬式ですね。双子ですかね。そうとしか思えないんですけれども、まあ、棺桶の中で眠られている方、女性だと思うんですけれども、男性ではないとは思うんだけど、まあ、それはちょっとわかりませんけど、明らかに左側にいる、ね、年配の女性に似ているんですが、これは、どっち刺しゃいいのよ、だって。何？こっち刺しゃいいの？あ、双子ではないのね。金縛りによって、指先は愚か、心臓すら動かない。が、脳だけは覚醒していて意識があるようだ。これから老人は仮想の灼熱でもだえ苦しむことになる。ん？どういうことだ？ん？心臓が動いてない状態で脳が覚醒してるっていうのは、ちょっと想像つかない。わかんない、それ。それはどっちなの？生きてるの？亡くなられてるの？わからん。何かが。さあ、メイクが下手くそなのか、それとも、鏡映りが悪いのかどうかはちょっとわからないんだけど、これはね、笑顔になれるよ。みんな今日も元気にね、活動できるって。大丈夫だって。鏡の少女は人間を鏡の世界に送り込む自爆霊。鏡のような冷たく平たい世界は、人間にはちょっと狭かったかな。何を言ってるの？急に。え？いつから心霊系に？いや、確かに心霊系。サーモグラフィーがやばい気がするよ。これは誰かが詰まっとるということ？感染症が流行っている。まあ、今、そうだね。うん。体温チェック必要で、男性はどうやら発熱していないようで、一安心。しかし、なぜスーツケースが男性と同じように暖かいのだろう。まさか中に。中に入ってるのは女の子なのかな？ちょっとね、私のスマホからではね、ちょっとね、老人にしか見えないのは、ちょっとこれどういうことなのかちょっとわかりませんね。何かが。さすがにさ、ここまでのステージ数やったら飽きると思うんだけど、ちょっとこれもう途中で中断していいかなと思ってきてしまうんだけど、同じような問題ばっかりだよね。仲良さそうな4人組なんだけども、なぜこのね、左の上側の方にいる女性、このパッツン前髪の女性は、前にいる女の子の頭をぐしゃりとこうやってるのか、そこがちょっとね、疑問ですね。仲良しだったんですよ。まさか、いじめなんてするわけないじゃないですか。彼女の自殺は、無駄死だったのだろうか。怖くない？この世界。いや、まあ、こういう世界だという話にしておきましょう。さあ、何がおかしいか、いろいろおかしいですけど、もしかして取り憑かれてますかね？それ多分間違えてますよ。
ベビーカーは赤、赤ん、音切れてる？うん。ベビーカーは赤ん坊が乗るためのものだ。なのに赤ん坊がいない。一体、いつからいなかったのか。手遅れでなければよいのだが。赤ちゃんを交換されてしまったのね。なんていう恐ろしいこと。何かが。先生結婚おめでとうっていうことでいいのかな。みんなお祝いしてらっしゃいますね。一見特に問題はないように感じるんだけど。ごめんね、今ね、ちょっとね、音切れちゃったから一回切って立ち上げ直したんだけど、何も特に問題はなさそうに思えるのね。なんだけど、もしかしたら私が見えてないだけで、色紙に何か仕掛けがあるんじゃないかなと思ってる。なんかやばいこと書いてあるの。寄せ書きのシールの下には呪いの言葉で埋め尽くされていた。知らないよ、そんなの。わからないよ、見えないよ。教師は多くの女性と騙して関係を持っていたのだった。は。全員、まさかの。そんなバカなことあるか？いや、あるかもしれないけど。クズですね。仲良さそうなカップルですと。で、仲良さそうなカップルなんだけれども、もう一人後ろにいらっしゃいますね。この方はなぜ映ってないんですかね？ちょっとよくわかんないですね。有名な崖上の、崖の上の絶景スポットで記念撮影をしたカップル。だが、写真に写っていたのは二人だけではなかったようだ。新しい恋人ですね。OK です。わかりました。何かが犬が吠えてますね。そら吠えるわな。何かくっついてますよ、この人。びっくりしたよ。何くっつけてるの？そんなもの。男性はなぜ犬に吠えられているのか理解していないようだ。自分の後ろに霊がついていることも知らずに。霊ではなくて手なのよ。しかも左手。左手の手首から指先までなのよ。これはネタでしょ。何かがおかしい。なぜそこでこう膝をついていらっしゃるのか、膝じゃない、肘をついていらっしゃるのかがわからないんだけれども、とりあえず仲間に入りたいんでしょうね。うん、そうに違いないよ。ここは5階、ベランダもないのに窓の外から少女が覗いていた。昔大変だ女子学生がいたらしいが、まさか。うん、この手の問題多いね。勘弁してください。何かがおかしい。何を入れる気だったのかな？食材に、これ多分給食センターか何かだよね。何を、いや、違うかもしれないけど、何を入れる予定だったの？子供たちは豚汁と思って美味しそうに食べてくれた。おかげで死体をきれいに処分することができた。子供を使うなって。ネタでも使う？